最後に、私は今期で参議院議員を引退いたします。郷土の大先輩であり、治安維持法に反対して右翼の狂人に倒れた山本千次は、民衆の政治運動とは代議士のみに任せておくものではない、議会における代議士の活動とともに議会外においても大いに活動を要すると語りました。私は議員でなくなっても引き続き市政にあって、日本の平和と民主、国民生活の向上のために背ある限り力を尽くす決意を述べて最後の討論といたします。